はい、皆さんこんにちは、ノアです。さあ今回は、こちら、はい、今段のシークレットの1枚、孫悟飯静電気ですね。はい、これ使っていきたいと思います。はい、今回はちょっとね、ヒーロー統一でね使おうと思ってて、アビリティが防御連携グループに含まれているときに、防御連携グループ、敵の連携グループ全員のパワーと与えるダメージをそのラウンド中半減する、その攻撃の防御チャージインパクトにパーフェクト勝利していると、攻撃してきた敵の受けるダメージが永続で4倍、ガードが1になる、ということなので、これ攻撃してきた敵のって、これ多分そのトップの人だよね。全員だったらこれ相当強いもんだけど、で防御に含まれていればこのね下の効果も発動するっぽいので、悪を断つ刃とはそこがちょっと違うというかね、それもねすごいいいなと思いました。うん、パッと見相当強そうな感じするね。で、スパーキングでミラクル率が超アップ、エナジーがプラス2という、はい、ことで、さあ今回使うデッキなんですが、はい、みんな大好き融合悟空でいってみたいと思います。これ最近結構強いです。意外とね、あのプライベートでも使うんですけど、こんな感じでねチルドと対策しながら、これ軽減戻るんで、まあ軽減をね悟空ゼノで最初戻してから、まあ受け流しの極意とね、はい、これね UGM9 のね宿の悟空で、さらに軽減効果アップで、固定ダメージもね半減にして、記録回復してご飯でっていうね、いろいろとね悪さをしたいっていう感じのデッキです。でスキャン順的には、まあこれ悟空ゼノが先スキャンです。で軽減戻した後に軽減アップで、パワー3000制限で、最後にご飯スキャンで、さらにパワー半分っていう感じのデッキですね。結構パッと見は強そうな感じで、あ、そう、フリーザ復活とあのチルド、アイテムはどっちもねいるんで、そう、これもねまくれるんですよ。これ要はフリーザでパワー上げられても、受け流しの極意で3000にして、ご飯で半分にして、で揺るがなかった選手ね OK で、ダメージを半分にしてっていう感じでね、あの守ります。あとはまあチルド自体もね軽減こう毎回戻せますので、ゼノが、あのゼノ悟空が戻せますので、まあデッキ編集的にはすごいいいですね。でアバターはサイヤ人女の子で、言ってるんですけども、ここもまあ人造とかでも全然いいかなと思います。さてまあ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 、前回の環境デッキに今回の宿のベジットが入ったって感じだよね多分。でアバターが人造エリート木出しスタイルということで、まあそうですね、まあ全体的に下げる意味がないんで、まあサイヤ人女の子だけこう一番上にしてさ、まあこの記録消費かける3000パワーアップ持ってるんで、あとまあ1000エリアでいいかなと思います。はい、見てこれご飯のアイコン変わってるのよ。これもねリッチモデル化してね、ご飯青年期がねかなりかっこよくなっております。これは全部のご飯共通なのか、これだけなのかちょっと分かんないけど、見てこれ、このやっぱにやけ顔っていうかさ、ね、ご飯ってね基本的にこうおとなしいさ学者キャラというか、まあ真面目キャラなんだけど、アルティメットとかになるとね、このなんかベジット並みのね、悟空ブラック並みのさ、このドヤ顔になるっていう、ここがねきっちり再現されてます。で構えはそのままだね、昔のご飯のね構えと同じで、ここでクライマックスチェンジですね。あ、クライマックスチェンジできないの、あーベジット出してないんだ。で戻して回復して3000にして 30% 減の半分の、パワーとダメージ半分、もう全然食らないんじゃないそれ。あーいいね、耐久力めちゃくちゃいいじゃん。いいねいいね、129ダメージ、あでガード1の4倍ダメージ、おガチで、え、じゃあもうチルドにこれ飛んでけば勝ちじゃないの。あてかあれじゃん、これがあるから飛んでくってこと、あーはいはいはい、うわちょっとこのデッキやばいかも。あーで負けちゃってもまあダメージとパワー半分だもんね、え使いやすい。ちなみに言うと、あのベジェットいると思うんだけど、スーパーサイジンブルーのあいつがパワーが減ってる時にこう戻してダメージが3倍になるって効果になってると思うんですけど、攻撃時のアビリティって先に発動するから、まあ
あれだよね、受け流しの前にね発動しちゃうわけだよね、ベジットのアビリティが。だからパワー戻らないし3倍にもならない。うわこれやばいって。しかもさ、そのラウンド中半減じゃないのご飯って。だってそのラウンド中、あ、そのラウンド中だって。っていうことはカードアクションアビリティとか、まあ龍拳、龍拳とかやってきてもまあ半分ってことだよね、ダメージゲーム。めちゃくちゃいいじゃん。敵の充電が待ってた。敵チームの攻撃終了後に宇宙船ポットが落下してくるぞ。いやこれちょっと想像以上に強いかもしれないですね。パワーフィールド、ほら全然食らないもん。おお素晴らしい、フリーザ復活とジルドでこのダメージ。結構相手もなんか環境の中でもまあ相当効果力みたいな。あ、今3倍にならなかったでしょ、デッキだと思うんですけどね。いや受け流しの前では、はい、肩なしです。まあやっぱりね。え、やば、ええ、もう当てれば勝ちじゃない。いや、マジか。いやー、まっすぐみんな、マジで。はぁ、え、マジで言ってんの。ちょっと待って、4万7000ダメージって何、固定抜いて4万、そんなことある。で、7000制限でしょ。はい、来た、7000制限で、これ見越して耐えしのぐ戦士アプリを貼りました。これで 90% 軽減の、30% 減の半分の半分です。何もできないよね。で軽減無効ないから、あ、そう、あのこのクラチェンだけ唯一怖いなと思ってて、これ悟空ゼノのデメリットというか弱点として一つだけねあるんですけど、これ防御連携時に軽減戻すわけじゃないから、クラチェンのダメージってがっつりチルドのさ軽減ダウン食らうんですよ。おお、威勢いいな。この状況で、おお、この状況でそのスタンプをね、はい、送ってくるあたり、なかなか男気がありますね。お、何かなんか賞賛があるのかな。あー、でもまあ、まあ、これでいいよね。うん、7枚出し安定だと思う、普通に。え、ちょ待って、このデッキやばいかも、マジでマジでやばいかも、このデッキ。あー、銃たまんないんだ。で、クラチェンベジェットが5倍ダメージ。って言ってもまあ5倍の半分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 でやってるから、で 90% 減じゃん。いや全然大丈夫でしょう。ちなみにあのクラチェンのダメージってダメージ倍増効果の影響受けないんで、あのベジェットがクラチェンしてきても、まあ、5倍にならないんだよね、ダメージが。そこがまあね、こっちの軽減効果を上げたりして、まあ耐えるしかないんですけども、はい、まあ逆に軽減がこれで本当下がってるとね、多分ここで1万2000とか普通に入っちゃうんで、うん、まああのアプリは本当安定かなっていう。そう、え、9割減で、さすが。え、9割減で今のダメージはやばくない。でこっから、はい、まあ軽減がねちゃんとつくんで、はい、まあおそらく全然、はい、食らわないですね。素晴らしい。おお、いいね、いいね。はい、来たー。でミラクル出たってことなんで、多分このトップのキャラ、まあ、今回で言うとトランクス未来がね、こうガード位置の受けるダメージが4倍になると思うんですよね。まあ、敵のだからこれ敵全員じゃないんだ。でも、まあ、その1人だけでもね、ヒダメージが上がってればね、ガード位置でね、ヒダメージが上がってれば、そこに対してこの悟空ゼノが刺すから、まあ、さっきガードが開いてベジットで上がったと思うんですけど、まあ、本当に関係ないというか。だからね、防御時で1回でも、まあ、パフェで勝てれば、うん、まあ、そこに対して、ね、高校からの、ね、全部攻撃飛んでってくれるんで、
まあ本当ミラクル出れば勝ちみたいな。でこれで勝てれば、はい、人造も受けるダメージ4倍のガード1。この場合だとどっちに飛んでくんだろうね。はい、でゴジットも肩なしと。すげえ、すげえ。はい、ゴジットもガード1、受けるダメージ4倍。ちょっと待って、これやばいかもマジで。いや勝てんぞお前は、ちょっとやばいね。なんかこれテンプレデッキな気がしてきたもん。まさかのここに来て融合っていうね。しかもここでダブル流剣モード組めばね、ここで、まあ、2.5 倍の3倍の3倍の3倍、 27×3、 81倍。まあ対抗できないよね、うん、でこのまま終了と。乱発してもいいよ、ちなみに47,000ダメージ。何これ、ちょっと待って、もう一回使わして。ちょっとこれやばいかもマジで。もう一回使わしてマジ。技もちょっと見たいしさ。え、なんかこのデッキ結構対策ないよね。だってあのタイミングで受けるダメージを増やされるってことは、ご飯青年期とかじゃダメでしょ。だからまあゴッドとか、あそうか、ゴッド悟空とか使ってればまあね、誘導、こっちの誘導は発動しなくなるから、まあ、ゴッドでね、まあ、チャージに勝てればっていう感じで、結構対策難しいなっていう、はい、気がしました。はい、とりあえずもう一戦行ってみたいと思います。嘘でしょ、これミラーデッキじゃん、ほぼ。でチェンジスイッチ悟空、あー3ラウンドか。あれバーダックいた、バーダックバイバイでユニットを組んで来て、さらには3ラウンド制限というのは感じのデッキですね。まあ、バリエーションがちょっとね違うものの、まあ、これも 見えたんで、まあ多分お互いにあのヒーロー統一のご飯軸デッキみたいな感じですかね。あーなるほどなるほど、はい、いやー受け流しもいいんだ。かぶる、まさかの。これはでも先行を取らした方がいいのかな。いやでもエナジー貯めたいよね。あーこれご飯高校の方が強いですよね。なんで逆に先行取っちゃうと4倍にされた後に直撃して死なね。大丈夫これ。あーでもさっきみたいにはならないのか、ヒーロー統一じゃない、あヒーロー統一だから1人が軽減ダウンしても分散するでしょ、連携で。でガードも分散するから、まあ、さっきみたいな感じにはならないっていうのがあるんで、じゃあ出すか普通に。で言うてパワー3000って言ってもね、まあそこそこダメージ出ると思うんで、はい、まあこれでいいんじゃないかなと。まあ突っ込んでくるよね。うわ何この対決、まさかのそこ被る。あーね、待たせたな。フォーにチェンジしてきて、まあ技封じかけながらパワー3000の 30% 軽減。あーうざいね。で加点でご飯にはかかりませんと。爆なんだこれ、優勝爆裂波だって。必殺技見たいね、強い。まあ言うて倍率はね消えてないんでね、と思いきや消されたし。なるほど、ベジータ4で倍率が消えてると。という感じで、ちょこれダメージ出せなくね。あーでも固定は通るのか。
うわ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 。まあ一応固定を取ってますね。こっちはでもその固定も半分っていう。相手固定ダメージいんのかな、これ。いないか。あーでかい。でご飯ってこれ攻撃時にパーフェクトで勝利しても関係ないよね。防御時、防御時なんで、ちょっとまあ防御もパーフェクトでできれば勝っていきたいところ。でもミラクルパンちゃんとかの方がいいんかな。なんかこれ流行る気がする。フリーザまくれるし、あれだけ苦しめられたフリーザさ、これ刀しだもんこいついたら。おお、なにこれ。ああ、いいねいいね。ブロリー映画のやつじゃん。今のブロリー映画のやつだよね。第2作品、あの2作品目の。そこ持ってくる、それ必殺にしてくる。一瞬何かと思ったけど、偶変の戦いのやつじゃないですよ。で、そう、ここで、はい、またパフェで勝てれば、美味しいね。まあ、なんか一見すると、その上級者向けって感じもするんだけど、でも今回みたいにヒーロー統一じゃない限りは、あの防御のチャージインパクトって何回も何回もこう起こるからね、その中の1回パーフェクトで勝てれば、まあ、4倍、ガード位置4倍っていう感じで、うん。あの全然ね使いやすいと思います。さあ、でこれで 1.5 倍かかったのでかいよ。さあ、ここはですね、まあ先行も取れると思うんで、まあウルゴットですかね。あー強い、融合悟空最高。はい、でこれで融合が戦闘力9倍の 1.5 倍で、自分チーム全員の記録も、まあ、ほぼほぼ満タンという感じで、はい、なんか使ってきたしない、これ。あれ、あれ、エナジー4あったの。今3じゃなかったっけ。あ、4か。あ、ごめん、3だと思ってた。まあ、いやでもどうせね、7000張ったところで先行取られちゃうんで、はいはいはい。あ、まあ別に、まあ別にって感じだね。はい、やることは変わらないんで、あ、むしろこれであれか、最初に攻撃してもらってダメージ4倍にできれば調子いいね。で、まあ、3ラウンドも先行取れないことを考えて、一応ねウルトラゴッドアプリにしてみました。これでまあ2ラウンド目と3ラウンド目の耐久力が増えたんでね。はい、まあやっぱ強いよ、うん、ウルゴッドは。なんだかんだ HP アップってね、うん、いや本当に強いですね。そして対策がないという、クラチェンベジットがいないからさ、この持続するってのがいいんだよね。あと上限値以上上がるし、あー2万5000と。まあでも3ラウンド仮に耐えたとして、まあ、そこで倒すか倒せなかったり乱獲されても、4ラウンド目はねこっちが絶対こう融合で先行取れると思うので、まあ、アドバンテージとか多分結構ね、あのこっちにあると思うよね。ただ言うてこの攻撃は防ぎたい。5000アップ7000ダメージで、固定半減のダメージ半減の 30% 減の半減と。素晴らしい。ああ食らわないね。全然食らってないですね。でかい、でかい、これはでかい。はい、で勝てんぜお前まで。女バターがガード1、受けるダメージが4倍。いやこれ全員だったらやばかったね。うわー出たよこれさ。待って、ヒーロー連携でミラクル超アップだよね。で毎回ミラクル上がるってことだよね。ちょっとこれご飯マジでやばいかも。あの敵としても今脅威を感じてるもんね。普通にさっきたまたま防御時のさ、あのチャージインパクト勝ったからいいもんの、
ね、1ラウンド目さ、あれでだって1人でもねガード1経験4倍ダウンされちゃうと、そこに何か入ったらまあ受け流しとかの要は経験が効いてない状態でねダメージ食らうことになるんで、まあ辛いし、でこれもこれできついね、ダメージ半減じゃん。おーっと、あーちょっときついなこれ、あーきついな、あーなるほど、あでもこれは次で回復するから大丈夫だよね、融合がね起こしてくれるんで、あーでそっか、バイバイみんなでカードアクション使えないじゃん、意外ときついな、したらでこれは絶対に勝ちたいとか、ただスパーキングボードでねミラクルパンク率を増やされちゃってるんで、まあ結局この全員ミラクルが上がってる状態なのよ今で、それが相手だけだからさきついところ、はいパーフェクトかつ言うて、でも7人でまあ分散するってことなんで、あーもう少し充電できたぞ、でも女バター下げんの嫌じゃね、え、これさ、分かりづらいよ、あ、そっか、相手バーダックじゃん、あー、じゃあ3ラウンドはあれだとして4ラウンドこれ先行取れるか微妙だね、うわ、バーダックか、え、どうだろう、え、無理じゃね、だって2倍、え、いいや、このラウンドの戦闘力を見よう、とりあえずそれ次第、言うてこっちも融合だから無理かな、じゃあもうここでやるしかないね、まあでも7000でしょどうせ、7000でいい、あ違うわ、あ待ってこれあれかもしんない、アプリあのさ形勢逆転アプリじゃない、あですよね、あーまずい、それは非常にまずいよ、それはまずいよ、非常にまずいね、でもこれしかないから、うーわー軽減消された、でもまあご飯の半減あるしパワーもないからまあ大丈夫っしょ、でこのラウンドで本当相手がいくつ出てるかっていう、はいそこなんですよ、まあ自分の予想を、まあ、2倍、全員2倍が 1,2,3 回かかってんだよね、で 1.5 倍じゃん、多分融合でもきついかもしれないです、てか無理だね、だってもうこれ完成するじゃない、あー93,400、そんなもん、そんなもんか、で火力は、はいここはパワー3000のダメージ半分のパワー半分、最後にそうこれ加点図お前は一応消されてないから、ああいいねいいね、形勢逆転でさ消せてるのって今受け流しとこの身勝手の極意の軽減だけなんだよね、まあ、つまりはそこそこ耐久できんじゃないかなと、ああしかもいいね、パーフェクトで勝ってたんで、はい、また勝てんぞお前が発動で、これで女アバターが受けるダメージ、16倍でガードがさらに1、さあ結構状況としては悪くないんじゃないかな、ちなみに言うとねこのラウンド転送があるんだけどさ、これねおそらくこれが女アバターに入ったらもう終わりっす、その時点で、はい、でさらに戦闘力 2.5 倍が2人誕生と、ちょっとこのラウンドでいかないとマジできついかもしれないです、さあお願いします、マジで、あでも3倍か、
はあはあはあ、あれかな、単純にあの少年期のシェンロンでこうダメージが半分になってたから、あそれにしても弱いね。まあでもここで3倍なんで、うわこれさあ、ダブル龍拳で倒した方がいいのかな。そうする、多分これもう何もしなくても勝てる。あリモコンで倒した、まずい。うわーリモコンで倒すのはやめていただきたい。あーダメか、1万ダメージと。あきたー、まさかの9位きたー、ナイス。おーこれで乱活されても次のラウンド先行取れるかも。さあ勝ってこのまま終わってくれれば、あーオッケーオッケー、あーよかったよかった、はい。まあ、一応ねあの次のラウンド行った時のねあれプランとかもね考えたんですけど、まああの乱活なしでね、勝ってくれれば、はい、OK です。はい、ということで、まあ、ここがちょっと長丁場でしたけども、はい、まさかの最後ご飯ミラーになるというね、ミラーになるとまあこんな感じの、ね、戦いになるので、やっぱりこう防御時のチャージインパクトでね、いかにパーフェクトかミラクルあれを取れるかっていうね、バトルになるかなと思います。あとはそうですね、まあ、アプリで、ね、差が出たりとか、まあ、今回で言うとね自分が2アプリで相手が3ラウンドアプリだったと思うんだけど、まあ、今後こういうデッキが増えていくと、まあ、2ラウンドアプリミラーだったりとか、ね、まあ、3ラウンド4ラウンド目に先行を取るために、まあ、9位あのどっちが9位取るかとか、なんかそういう戦いにもなっていって結構あの楽しいかな、うん、って思いました。あとは相手が使ってるみたいにこうさ、なんていうの、そのバイバイとバーダックっていうの、バイバイバーダックっていう風に入れると女バタで戦闘力制限もね組めるようになるんで、まあ、そういうデッキもすごい面白いかなって思います。はい、いう感じですね。じゃあ今回はね、まあ、シークレットレア孫悟飯青年期使ってみた動画ということで、いかがだったでしょうか。なかなかね、あの見応えのあるバトルになったんじゃないかなと思います。でかいでかい、700ポイントでかい。ちょっと今段はセシリアのサブライセンスも昇格させようか。はい、ということでチャンネル登録高評価などもぜひよろしくお願いいたします。メテオミッションの最新動画はぜひ終了画面の方からどうぞ。ご視聴いただきありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。